他のいろいろな作品やってる中で、泉ノ河が一番こう自分に近いって自分は思っているんですね。それ、はい、はい、古川さんもううそうしな、そう言ってましたよ、ね。そうなんですか。いわゆるアニメ声とかアニメ的なセリフの言い回しだなくて、古川さんが喋っているつまり、古川明日香、か篠原敏塩川にしてくださいみたいな。<laughs> まあ言ってみればわかりやすくてそういう感じだったんです。うんはい、だから自分のままっていう意味で言うと、あらゆる作品の中で一番自分のままの声でやってる、うん、作品。 いう意味で印象深い、ね。そうね、演技してるのか、本当にここで。会話をして喋っているのかみたいな、とっても特殊なスタジオでした。あのー、フォワードのバックアップは一心同体だ。ターゲット、六オン。オンあ、揃いました。ありがとうございます。嬉、はい、しい。い